はい、皆さんこんにちは、こんばんは。マイメロ GB417 ことはーちゃんです。今回はまたクレアに行ってきたので購入品を紹介します。またね、行く予定を立てているので今回は3つしか買ってないんですが、また今度行く時に買いたいと思います。で、行く予定というか行く曜日をもう決めているので、その時に行ってまた買いたいなと思ったので今日は3つだけにしました。で、2つはスクイーズで、1つはスクイーズじゃないんですが紹介します。まずスクイーズじゃないものから紹介するんですが、こちらです。ちょっと大きすぎて映んない、どうしようこんな感じのマイメロちゃんのジュエリーボックス的な可愛いボックスになります。本当に映んなくて申し訳ないんですが、こんな感じです。取っ手がついててリボンもついています。横にはこんな可愛いマイメロちゃんのデザインがあって、裏はこんな感じです。こちら結構大きくて手のひらサイズというか結構大きい感じのサイズになってます。で、こちら本当に可愛くて1500円でした。1500円だったんですが、すっごい可愛くて最後の一つだったので購入できてすごく嬉しかったです。本当にこの柄見た瞬間可愛いって思って、絶対お部屋に飾ったら可愛いだろうなと思ったのでこちら買ってきました。で、タイの方とか外国の方が来るみたいで、キティちゃんとかドラえもんのものとかこけしとか箸とかいろいろ売ってたんですが、マイメロちゃんのものも売ってたので嬉しかったです。次はこちら、アイラブストロベリーミニを購入しました。こちらはアイラブストロベリーとミニと一気にご紹介する動画をアップしているので、もしよかったらそちらをご覧ください。こちらはなのでその紹介の動画もアップしているので、はい、まあ、紹介はこんな感じで触りません。次にこちらです。マイメロちゃんのアイスのストラップのスクイーズを購入しました。サンリオキャラクターズキャラコーンというものです。マイメロちゃんを潰すのはすごくかわいそうなんですが、まあ、スクイーズなので触りますね。はい、こちらは780円でした。ちなみにこちら925円なのでそんなにブルームと変わらないですね。まあ、やっぱりサンリオなんで高いのもまあしょうがないんですが、すごい可愛かったので買っちゃいました。はい、こんな感じです。というわけで今回はクレアで3点購入したのでご紹介しました。また今度行くのでその時購入したらまた動画出したいと思います。それでは今日はご視聴ありがとうございました。バイバーイ。